それでアフマディネジャード大統領、彼の公約はイスラエルを地図上から抹消するっていう公約をかけてる、掲げてる人ですよね、うん、そういう人に日本の総理がある、うん、雰囲気で考えてほしいんです。今北朝鮮のミサイルとこれだけの騒動になってますよね、はい、ミサイルではなくて核実験をするっていう直前に日本の総理経験者が北朝鮮に入るのと同じことなんですよ、国際的には、うん、そうすると行くということ自体がイランに対する支援になっちゃうんですね、はあ、でそこで実際あってですよ、お前の国けしからんと、やめろと、ふざけるんじゃないと言えますか。でも言いに行かなきゃ意味ないわけですよね。それもあるんだけども、うん、まあまあ国際社会もイランをあんまりいじめないでと言ったら、うん、イランはそっちの公団だけ取りますよ、うん、それから外務省が噛んでない、通訳だって外務省からつくわけじゃない、はい、じゃあ本当の会談で何があったかっていうことをイラン側だけが一方的に発表するわけでしょ、うん、昨日からイランのラジオ放送は、はい、あたかも現場さんなんか日程全部知ってると、うん、政府は関係ないって言ってるんだけどよくわかってるんだよと、それで個人的に出てるんだよっていう雰囲気が出るような宣伝放送を繰り返してますよね。大変なインテリジェンス戦争、情報戦争に自ら鳩山さん、大野さんを飛び込んでったっていうことなんですよ。これ日米同盟の悪影響を与えます。来週の日米外相会談、これ大変になる。そしてまた来月の日米首脳会談ですね、ここも大変になってきますね。今日の産経新聞の記事にもこういうこと書いてありますね、この鳩山さんのイラン訪問に対してアメリカ政府はどういうことなのかと外務省に懸念を伝えたっていうふうに書いてますね、はい、それと同時にですよ、その藤村さんは藤村官房長官はっきりしてますよね、政府や党として行うわけではなく個人のまさに旅行ということになる外交ではないと、ここまで言い切ってると、うん、だから本当にこれ物理的にはやってないものの羽交い締めと同じなんですよ、うん、それでも行くとそこまでの信念を鳩山さんに持たせたところにはこれイランの情報の専門家のプロの手が働いてますよ、うん、ものすごく日本の安全保障にとって危険なことが起きてます。これまた外務省も総力を挙げてね、うん、今回なぜこういうことが起きてなぜ外務省が情報察知できなかった、それ誰がこの絵を描いて鳩山さんを説得して、うん、そしてどういう形でイランがこの組み立てをしたのか徹底的に調べた方がいい、うん、これ本当にルカレのこのスマイリーシリーズみたいな、うん、このスパイ小説の世界みたいなことが起きてると私は見てます。あの鳩山さん、まあ、宇宙人とか言われてちょっとつかみどころがないとか言われている中で、鳩山さんっていう、鳩山幸男さんっていう、まあ、ある意味優秀ではある政治家、極めて優秀ではあって一つの信念があったら動くと、はい、しかもあのスタンフォード大学で博士号取って決断理論の専門家ですよね、はい、その人の懐にストンと入ることに成功した、うん、やっぱりイランの情報のプロがいると私見てるんですよ。鳩山さんの腑に落ちるような情報を鳩山さんに伝えたわけですね。そうです。それで世界平和のために必要、今全世界から叩かれて日本全部から叩かれても、うん、そうすることが世界のためになるし日本の国益のためになると、うん、そういうふうに説得できる人がいたっていうことですよ。それは例えばあくまでも推測ですよ、はい、推測ですけど、どんなことを鳩山さんに言えば鳩山さん動いたんですかね。それはやはり日本国家の生き残りためのエネルギーも必要だし、うん、今イスラエルとイランとの間で核戦争が起きたら人類が破滅するかもしれないと、うん、そこのところみんな惰性に入って本当の勇気を発揮してないと、うん、その時に勇気を発揮して平和を、うん、維持できるのはあなたしかいませんと、うん、しかもそれによって日本もイランからの石油を安定的に中長期的に確保できますと、うん、ここのところに泥にまみれていただいても、これが真の国益で世界平和ですと、うん、私がイランのプロだったらそんな説得をしますよね。うん、普天間も考えてくださいと、うん、沖縄の外に出すっていうことが結局は沖縄との関係を強化するための真の日本の国益に役に立つ、そのあなたの方向性は間違えてなかったじゃないですかと、うん、それを寄ってたかって官僚たちが潰してアメリカが潰した、うん、今のイランも同じことが起きてるんですと、うん、私がイランの情報のプロだったらそういう説得しますよ。